さあ、今日はですね、岐阜県にありますですね、以前紹介しましたトラストさんですね、あのハーレー屋さんです。なんと今回僕のトライクがここに昨日運び込まれましたね。お、早速作業早速作業をねやってるみたいな。ちょっと中入ってみましょうか。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ね、あ、なんか作業してるふりをするのが前にね、来ましたよこれ。ハーレートライクね、結構改造したるでしょ。してありますね。はい、ね、結構触ってありますよね。これ以前紹介したホイールもね、このカウンタック用3453510号、これがついてきましたよ。そしてね、まあ、とりあえず片方だけちょっと今フェンダーをつけてあるんで、つけまして、この辺もいろんなこういうアフターパーツついてるんですよね。はい、ステップを真ん中にしてあったりとか、ね。本当はステップは前にあるんですよね。そうですね。はい、それはちょっと線、なんていうのかな。あ、ミッドコントロールって真ん中に。はい、ミッドコントロールというやつです。はい、こういうのがついてたり、はい、あとここからこれ延長なんですかね。そうですね。はい、うん、延長してあって二人乗りになるようにっていう、これフレームがついてまして。こちら鉄製ですね。はい、そして、こちらね、フロントフォークからで、フロントのホイールもね、これ21インチ、はい、純正のメッキです。はい、ます。そしてあとは、あ、こっちですね。はい、こっち側の部品ちょっといいですか。こちらね、こういうアフターパーツで、オイル系のオイルキャッチタンクですね。はい、でこういうのついて、アフターパーツついてます。つけてます。でエアクリーナー、そしてこれがね、バックギアです。バックギアプッシュかなんかして入れるんですよね。そうです。バックギアをこういう風にほんでバックするんだ。バックするんだ、はいはい、バックギアキットっていうのもつけてあります。はい、テール周りはねとか、まあ、今ウインカーとか外してあるんですけど、これ全部ね、バレンティさんのやつを以前ねもらったやつをちょっと持っていきましょうか。いわゆるヤクちゃん突っ張りテール、これがね、見て、ぴったりなの、ぴったんこなの、これ見て、ほら、まるで純正のようだよねえ。そしてテールランプ、これはね、これもバレンティさんのやつです。これをね、だいたいどんなもんだっけ、うん、ここに、わー、ぴったりだ、ぴったりだね。ね、ここにつきます。はい、こんな感じで、ウインカーはある、こう来て、でウインカーどこだっけ、あ、そこにね、こんな感じじゃないですかね。まるで純正のようだね、素晴らしいね、純正のようですねいいね。で、まあ、これテール周りですよね。そしてフロントウインカーはどこにつけるんだっけ。フロントウインカーは足元につけた方がかっこいいので、うんうん、あ、まあ、ここでしょう、ね。それで車検が通るんですね。大丈夫です。はい、うん、ここに。それからね、はい、このライト周りもね、これなんかスーパーカブみたいでかっこ悪いんだよねどう考えてもスーパーカブなんだよ、これが。ライトを、これライトも、ね、バレンティさんのライトあるよね。あります、はい、うんうん、あ、はいね。で、この入れ物も変えなあかんだよね。そうです、これもちょっと長いので、うん、もっと短いのに変えちゃって、うんうん、この中は LED の LED の、これ、ね、バレンティさんのやつですね。これ、ヨクさん、これ、あ、そうだねで、はい、でこれがどういうふうだったっけ、ね、これがどんな感じ。これ大事なやつですよ。いいね、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 いいね。そしてハンドルもこれじじくさいからね、これいいですか、こう来て、こう、はい、そうなるね、もうイメージ通りね。あとはね、広瀬くんがなんかいろいろおすすめのパーツとかね、そういうのがあれば。そうですね、まあおすすめのところで行くと、うん、まあ、これ今車体見させてもらうと、うん、やっぱブレーキキャリパーじゃないですかね、寂しいのが。ブレーキキャリパーフロント見てもらうと、はい、これノーマルですね。ノーマル、かなりやっぱホイールの大きさの割には小さいし、うん、ローターも小さいし、うん、黒色、ステンレスで、うん、なんてことない、うん、あのブレーキになります。いいブレーキあるんですか。いいブレーキあるんですよ。そう、あるの。じゃあちらになります、ね、ちょっとあっちに、じゃあブレーキのところで飛んでいきましょうか、はい、行きます。はい、3、2、1、グッ、よいしょ。あ、ブレーキ ね、ブレーキです、ね、どのブレーキがあるんですか。ブレーキはですね、うん、こちらについております。こちらがですね、これ社外なんだ、はい、これどういうブレーキですか。純正じゃないんですけど、名前はイタリアのディスカチャティっていうメーカーなんです。ちょっと分かりづらいんですけど、はいはい、ディスカチャティってメーカーのレーシングブレーキになるんですけど、うん、イタリアの、イタリアの、はい、でこれがうちオリジナルで、うん、日本どこも扱ってないんですけど、はい、オーダーして、はい、ハーレー用に作っていただいとるのが一応この
商品になるんですけど、ね、この色はどうなんですか？色はこれも全部オーダー可能なんで、赤色だとか黒色、オレンジ、青なんかもある。ブルメタ、ブルそうそうありますんで。いいね、ブルメタのいいね。ですから外装に合わせてまあ、おしゃれなところですね、交換すると、うん、あと性能も格段に良くなると。気合い。とりあえず俺のやつと、はい、ね、鈴木さんのやつと、そう、はい、1台分頼むよ。そうですね。とりあえず頼んで、ね、ましょう。そちらも、ね、時間かかるんでね。はい、あ、そうですね。2ヶ月ぐらいかかっちゃうんで。うん、そちらも一緒に、うん。こういうレバー系もかっこいいよね。か, ね、かっこいいですね、はい、うん。これも。こういうのつけたいね。はい、これでトライク計画、まあ、また前に一歩進んできました。次の時はある程度カスタムしたのを、ね、お見せして、はいはい、それは出来上がりなのかどうなのかわかんないですけど、その時はそれでツーリングに行きたいなと思ってます。はい、それでは引き続き作業の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちゃんと作業してよ。やってるフリーはダメだよ。そうそう、やってるフリーダメだよ。スパ右利きなのにスパの左側に持ってダメだっつうね。はい、じゃあ、はい、もう引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。